あのね、初めに申し上げておきますけど、佐野ってね、まあまあ、ごめんなさい、名前戻しますね。原田佐野助は、はっきり申し上げてね、偉人ではないです。うん、間違いない。偉人とは、まあ、正直、まあ、あの、うん、というかね、新選組のメンバーはね、偉人っていうふうには、あの、形容するのはちょっとやっぱり違うかなと思います。私は新選組もちろん大好きですよ。はい。大好きですけどね。でね、私念のために言うと、るろうに剣心って一度も読んだことも見たこともないんですよ。るろうに剣心の佐野助って言われることが自体がちょっと私まずピンときてないですよということを念頭に置いていただいた上で説明しますけど、まあ申し上げるまでもなく幕末を駆け抜けたね、新選組の一員で10番隊長だった男、うん、近藤勇、土方歳三、沖田総司らとともに、まあ、あの市営館道場っていうね、あそこのそのまあまあ早抜きメンバーの、まあ、ごして新選組の、まあ、中核の隊員だった人ですね、はい、原田佐之助。出身はね、愛媛県の松山、あの伊予の方なんですよ、うん、伊予松山藩の出身で、まあ、身分はね極めて低い家柄っていうほどでもないぐらいの、まあ、奉公人みたいなね感じの、だったんですけど、まあものすごくね、あの機関気が強いというか、うん、まあそのまあ剛腕というとちょっと言い過ぎかもしれないけど、まああの正直上にこびへつらったりベンチャーで行ったりするようなタイプでは全然なくて、もうただ武術の修行の方はおさおさ怠りなくやっててね、はい、まあ、後にあの槍の名人と言われて、大変な槍の使い手になって、新選組でもまあ槍といえば原田佐之助っていうぐらいのね、うん、その有名になるんですけど、ある時ですね、上役の武士とちょっとあの反りが合わない上役の武士と喧嘩になってね、はい、でその時に腹切る作法も知らぬゲスゲロウメガみたいなね、はい、ことをその武士に言われちゃうんですよ。その罵られちゃう、罵られた途端に金がもう機関機負けに強いから憤慨しきってですね、原田さんですが、よし、じゃあそれじゃあ一つやってみせてやろうじゃないかっつって、なんとその場でですよ、いきなりすっぱだかになると刀を抜いて左の腹から右へかけてスーッと一文字引いたってんです。え、その場で、その武士の前で、はい、ほんでもう相手はもう真っ青ですよ。そうですよ、ね、まさかそんなことやると思わないから、で血はドバッと出たんだけど、ここで死ねなかったんですね、佐野助は、はい、ね、でそんなそのうちにもう相手青くなって相手の方がもう逃げちゃって、ほんでまあまあまあってもう、まあ、慌てて取り押さえるやつがもう四方八方から出てくるじゃん、何やってんだお前っつってね、あの武士、あの侍に俺の腹渡を食らわしてやるんだ、チクショーってもう歯を食いしまいながら叫んだっていうぐらい負けん気の強い男。あ、すごいですね。ね、でようやくだから必死になって、まあ、手当てして、まあ、あの一、まあ、事なきを得たというか一命は取り留めたんだけど、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ね、でこれで後に新選組のね時代にあっても、はい、彼はですね、てめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐之助の売り言葉だったっていうぐらいね、そう、何かっていうと、まあまあ自慢したわけじゃないけど、ちょっとこう生き合ってるような若い衆がいたりするでしょ、はい、大使の中にも、うん、もう今夜も長州のやつら訴え切ってやりますよみたいなのがいた時に、何生言ってんだおいって言って酒の席で腹見せて、まあ、一文字の切り傷を見せてねっていうのがあるという。でちなみにあの紋所ってあるでしょ、はい、それぞれ武士家紋がありますよね、例えば島津家だったら丸二十文字とか、うん、ね、あの長州だったら一っていう字の人、あの一文字の下に星三つとかあるでしょ、あのそれぞれ個人でね、その好きな家紋も選ぶっていうのがあるんですけど、例えば新選組の 大使だったら、はい、大使それぞれの、まあ、家背負ってる家紋だけど、あの原田さんですけど、自前で自分の縄文決まった門っていうのを決めてて、それは丸の中に一文字にして、俺の門は伊達じゃねえぞって、つまり自分の腹に一、ね、自分で、そうそう、だったらお前の前で死んでみせるわ、切腹の作法から心得てるわって言って、その武士の前で切って見せた時のそれを自分の門所にしてたっていう。で、あの新選組の大福あるでしょ、あの朝霧のあのね、大福にその門所を縫い込んでたっていうぐらいのね、まあかなり来てる人物なわけですよ、うん、そうですね、ただ敵にすればもうほんと底なしに怖いが、怖い、味方にすればこよなくもう頼りになる男っていう典型的なタイプですよね。そうですね、確かに、うん、でちなみにね、あの傷の話しつこく言いますけど、その時の傷をね、まあから、まあ、愛称の意味も込めてですけど、死に損ねの佐野助っていうあだ名をつけられたっていう、死に損ね佐野助なんていう言われ方をしたっていう、そういう逸話も残ってる人ですね。うん、まあ新選組のメンバーとして芹沢鴨の暗殺ですとかね、うん、それからやっぱり新選組が一番輝いた、歴史上にね、もう本当にあの輝いたと言っていいのは、やっぱり池田屋事件でしょう。京都のね、その非常に血生臭い、当時の孝明天皇を、まあ、誘拐するというか、その拉致する計画まであったって言われて、京の町を火の海にしようかなんていう、当時の諸州藩の連中は考えてたわけだから、尊上過激派はね、それを未然に防いだって意味で、やっぱり池田屋事件というのは絶対評価しなきゃいけないと俺は思うんですけど、うん、そこにももちろん抜かりなく参加してるし、まあ、禁門の件対ね、長州との激戦だとか、まあね、新選組の主だった戦いには
ほぼ9割関わってます。当然負け戦としての賭博趣味だったり、それから紅葉鎮武隊って言ってね、近藤勇を、まあ、大将にしてね、甲州山梨の城を、まあ、乗っ取って、まあ、その旧幕府の拠点にしようかっていうあの戦いまでは一緒に付き合ってるんですよ。ただね、甲州まで行ったところで近藤勇と袂を分かってね、長倉新八って、まあ、これもね名物大使なんですけど、新選組の、これはね明治後まで長く生き残った人ですけどね、あの回想録もいっぱい書いてる人ですけど、この人と、まあ、第二新選組っていう、まあ、新たな組織を結成するんですけど、これもね、まあ、些細なことで、まあ、その袂を分かすことになってしまって脱退して、でね、最後はねこれはっきりしないんです。あの人づてのね伝言というか噂というか、そのまあ口から口へっていう話で、上野の将棋隊の戦争にね参加して、その時に負った怪我が元で亡くなった、去年29歳、まあ当時数えなんで番で言うと27、28ぐらいかな、だと言われてるんですけど、ちなみにねこの原田三之助、秘話があって、これはあくまで余分ですけど、なんと明治27、28年というか日清戦争、その時に大陸でね日本軍のその兵隊がこう進んでいくでしょ。そしたらね、ある高粱畑まで来た時に、あの日本軍の制服、あの軍服に似たようなその服、制服を着た老人が現れたってんですよ、ね、あの年老いた男が、で俺もそのこの隊列に加えてくれね、お国のためにご奉公したいから、で、ああそうかって、じいさんなんだこんなところで、いやいやもうちょっと前にこう渡ってきてな、お前が お前らが来るの待ってたんだみたいな、でどういうことだ、もうとにかくまあいろんなこと知ってて、俺はね維新の時に、ご維新の時に間違いを犯したね、だからもう五体無事でね、今更お国に帰ろうとは、帰れるとは思ってないし、帰りたいとも思ってない、その代わりにあんたたち兵隊と一緒にこの地でお国のために戦って死ぬんだ、だから俺も混ぜてくれって言った老人、謎の老人がいた、はい、それが新選組のことにやたら詳しかった、池田屋のことにやたら詳しかった、ね、金門の変から龍馬暗殺から何から前後について問わず語りに語ることがめちゃくちゃリアルだった描写が、だからひょっとして、はい、生死不明の原田三之助のその後なんじゃないかというね、そういう、まあ伝説も残ってる人、日清戦争まで生き残って支那大陸に渡ってたんじゃないですかね、実は、まあ28歳でな、もし上野のね将棋大戦争のもとで亡くなったとしたらね、大変なその美談だったっていうね、沖田総司も美談だった、大体比嘉投手もそうだけど、新選組ってね近藤勇以外は大体美談揃いでね、原田三之助という人もその水際だったね、いい男だったっていうふうな言われ方してますけど、この人はねエピソードが本当たくさんあって、実はね龍馬暗殺の犯人が三之助だったんじゃないかっていう、そういう言われ方も一度したんですよ。まあもうほぼ無実ですよ、つまりそれぐらい腕が立った人だから、ね、あの龍馬と中岡慎太郎をね、ああいう仕留め方をができるのは新選組の中でも長倉新八が、ね、原田三之助ぐらいなんじゃないかと言われた方をしたぐらい、まあ抜きんでた腕の持ち主であったということでね、ちなみにね、新選組のその大使の中では珍しく、正式にちゃんと再退して結婚して、でお子さんまで儲けててね、でちなみにその奥さんという方は明治後も長くご存命で、新選組島月っていうね、まあ新選組研究をする上で絶対に欠かせないね素晴らしい三部作を書いた作家がいるんですよ、新選組島月、新選組異文、新選組物語って三部作、これ中古文庫で今も読めますけど、あの男だか親子だかシリーズでおなじみ下沢寛さんというね、この作家の方が昭和の、ね、初期に取材してるんですけど、昭和の3年4年それぐらいの頃まで原田三之助の奥さん、存命だったっていうね、だから、まあ、下沢寛さんがね、ぜひ三之助の墓というものを訪ねてみたい、エコーを手向けたいんだけれども、残念ながら関東大震災この方めちゃくちゃになってしまったと、で佐之助のそのね、あの奥さんという人も、そのもう生き別れの状態になってしまって、何十年も経ってね、であなたのそのあなたとの間にできた最初の息子は40で死んじゃって、次の息子はその幼くしてね亡くなっちゃって、その亡くした子供のことも死んだ亭主と喋りたい、だけどお墓がどこにあるかもわからないと下沢寛に寂しく語ったというね、そういう話も残ってるので、それも含めて、ワイセムさん、ルローニ剣心を見直されてはまた一味二味違ってくるんじゃないでしょうかというところでございました、はい、以上原田三之助について、オメガみたいなね、ことをその武士に言われちゃうんですよ、その罵られちゃう、罵られた途端に彼がもう機関球負けに強いから憤慨しきってですね、原田三之助がよし、じゃあそれじゃあ一つやってみせてやろうじゃないかっつって、なんとその場でですよ、いきなりすっぱだかになると刀を抜いて左の腹から右へかけてスーッと一文字引いたって言うんです、その場でその武士の前で、ほんでもう相手はもう真っ青ですよ、そうですよ、まさかそんなことやると思わないから、で血はドバッと出たんだけど、ここで死ねなかったんですね、
佐之助は、はい、ねで そのうちにもう青くなって相手の方がもう逃げちゃって、ほんでまあまあまあってもう、まあ、慌てて取り押さえるやつがもう四方八方から出てくるじゃん、何やってんだお前っつってね、あの武士あの侍に俺の腹渡を食らわしてやるんだチクショーってもう歯を食いしまいながら叫んだっていうぐらい負けん気の強い男だった。いいですね。ねでようやくだから必死になって、まあ、手当てして、はい、まあ、まあ、事なきを得たというか一命は取り留めたんだけど、うん、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ね、でこれで後に、新選組のね時代になっても、はい、彼はですねてめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐之助の売り言葉だったっていうぐらいね、そう何かっていうと、まあ、まあ自慢したわけじゃないけど、ちょっとこう生き合ってるような若い衆がいたりするでしょ、はい、大衆の中にも、うんうん、もう今夜も長州のやつらうっといってやりますよみたいなのがいた時に、何生言ってんだおいって言って酒の席で腹見せて毎一文字の切り傷を見せてねっていうのがあるという。でちなみにあの門所ってあるでしょ、はい、それぞれ武士家紋がありますよね、例えば島津家だったら丸二十文字とか、ね、あの長州だったら一っていう字の人、あの一文字の下に星三つとかあるでしょ、あのそれぞれ個人でねその好きな家紋も選ぶっていうのがあるんですけど、例えば新選組の 大使だったら、大使それぞれの、まあ、家背負ってる家紋だけど、あの原田さんですけど自前で自分の縄文決まった門っていうのを決めてて、それは丸の中に一文字にして俺の門は伊達じゃねえぞって、つまり自分の腹に一ね自分で、そうそうだったらお前の前で死んでみせるわ、切腹の作法から心得てるわって言ってその武士の前で切って見せた時のそれを自分の門所にしてたっていう。であの新選組の大福あるでしょ、あの朝霧のあのね大福にその門所を縫い込んでたっていうぐらいのね、まあかなり来てる人物なわけですよ、うんですね、ただ敵にすればもうほんと底なしに怖いが、怖い味方にすればこよなくもう頼りになる男っていう典型的なタイプですよね。確かに、うん、でちなみにねあの傷の話しつこく言いますけど、その時の傷をね、まあ、から、まあ、愛称の意味も込めてですけど死に損ねの佐之助っていうあだ名をつけられたっていう、死に損ね佐之助なんていう言われ方をしたっていうそういう逸話も残ってる人ですね、うん、まあ新選組のメンバーとして芹沢鴨の暗殺ですとかね、うん、それからやっぱり新選組が一番輝いた歴史上にねもう本当にあの輝いたと言っていいのはやっぱり池田屋事件でしょう。京都のねその非常に血生臭い当時の光明天然なくて、まあ、ただ武術の修行の方はおさおさ怠りなくやっててね、まあ、後にあの槍の名人と言われて大変な槍の使い手になって新選組でもまあ槍といえば原田三助っていうぐらいのね、うん、そのお有名になるんですけど、ある時ですね上役の武士とちょっとあの反りが合わない上役の武士と喧嘩になってね、でその時に腹切る作法も知らぬゲスゲロウメガみたいなね、ことをその武士に言われちゃうんですよ。その罵られちゃう、罵られた途端に金がもう気管球負けん気強いから憤慨しきってですね原田三助がよしじゃあそれじゃあ一つやってみせてやろうじゃないかっつって、なんとその場でですよいきなりすっぱだかになると刀を抜いて左の腹から右へかけてスーッと一文字引いたって言うんです。えその場でその武士の前で、はい、ほんでもう相手はもう真っ青ですよ。そうですよ、ね、まさかそんなことやると思わないから、で血はドバッと出たんだけどここで死ねなかったんですね佐之助は、はい、ねでそのうちにもう相手青くなって相手の方がもう逃げちゃって、ほんでまあまあまあってもう、まあ、慌てて取り押さえるやつがもう四方八方から出てくるでしょ、何やってんだお前っつってね、あの武士あの侍に俺の腹渡を食らわしてやるんだチクショーってもう歯を食いしまいながら叫んだっていうぐらい負けん気の強い男だった。すごいですね。ねでようやくだから必死になって、まあ、手当てして、まあ、あの事、まあ、なきを得たというか一命は取り留めたんだけど、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ね、でこれで後に新選組のね時代になっても、彼はですねてめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐之助の売り言葉だったっていうぐらいね、そう何かっていうと、まあ、まあ自慢したわけじゃないけど、ちょっとこう生き合ってるような若い衆がいたりするでしょ、はい、大使の中にも、うんうん、もう今夜も長州のやつらうっといってやりますよみたいなのがいた時に、何生言ってんだおいって言って酒の席で腹見せて毎一文字の切り傷を見せてねっていうのがあるという。でちなみにあの門所ってあるでしょ、はい、それぞれ武士家紋がありますよね、例えば島津家だったら丸二十文字とか、ね、あの長州だったら一っていう字の人、あの一文字の下に星三つとかあるでしょ、あのそれぞれ個人でねその好きな家紋も選ぶっていうのがあるんですけど、例えば新選組の 大使だったら、大使それぞれの、まあ、家背負ってる家紋だけど、あの原田さんですけど自前で自分の縄文決まった門っていうのを決めてて、それは丸の中に一文字にして俺の門は伊達じゃねえぞって、つまり自分の腹に
一ね自分でそうそうだったらお前の前で死んでみせるわ切腹の作法から心得てるわって言ってその武士の前で切って見せた時のそれを自分の紋所にしてたっていう で、あの新選組の大服あるでしょ、あの朝霧のあのね大服にその紋所を縫い込んでたっていうぐらいのねまあかなり来てる人物なわけですよ、うんそうですねうん、ただ敵にすればもうほんと底なしに怖いが怖い味方にすればこよなくもう頼りになる男っていう典型的なタイプですよね。でちなみにねあの傷の話しつこく言いますけど、その時の傷をねまあからまあ愛称の意味も込めてですけど死に損ねの撮影で説明しますけど、まあ申し上げるまでもなく幕末を駆け抜けたね新選組の一員で十番隊長だった男、近藤勇土方歳三沖田総司らとともに、まあ、あの市営館道場っていうねあそこのそのまあまあ生え抜きメンバーのまあ母子で新選組の、まあ、中核の隊員だった人ですね、はい、原田佐之助出身はね愛媛県の松山あの伊予の方なんですよ、伊予松山藩の出身で、まあ、身分はね極めて低い家柄っていうほどでもないぐらいの、まあ、奉公人みたいなね感じの、だったんですけど、まあ、ものすごくねあの機関気が強いというか、まあそのまあ剛腕というとちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ、あの正直上にこびへつらったりベンチャーで行ったりするようなタイプでは全然なくて、もうただ武術の修行の方はおさおさ怠りなくやっててね、まあ、後にあの槍の名人と言われて大変な槍の使い手になって新選組でもまあ槍といえば原田三之助っていうぐらいのね、そのお有名になるんですけど、ある時ですね上役の武士とちょっとあの反りが合わない上役の武士と喧嘩になってね、でその時に腹切る作法も知らぬゲス下郎めがみたいなね、ことをその武士に言われちゃうんですよ、その罵られちゃう、罵られた途端に彼がもう機関球負けん気強いから憤慨しきってですね原田三之助がよしじゃあそれじゃあ一つやってみせてやろうじゃないかっつって、なんとその場でですよいきなりすっぱだかになると刀を抜いて左の腹から右へかけてスーッと一文字引いたって言うんです、その場でその武士の前で、ほんでもう相手はもう真っ青ですよ、そうですよ、まさかそんなことやると思わないから、で血はドバッと出たんだけどここで死ねなかったんですね佐野助は、ね、でそのうちにもう相手青くなって相手の方がもう逃げちゃって、ほんでまあまあまあってもう、まあ、慌てて取り押さえるやつがもう四方八方から出てくるでしょ、何やってんだお前っつって、ね、あの武士あの侍に俺の腹渡を食らわしてやるんだちくしょうってもう歯を食いしまいながら叫んだっていうぐらい負けん気の強い男だった。すごいですね。ねでようやくだから必死になって、まあ、手当てして、まあ、あの事なきを得たというか一命は取り留めたんだけど、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ね、でこれで後に新選組のね時代にあっても、彼はですねてめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐野助の売り言葉だったっていうぐらいね、そう何かっていうと、まあ、まあ自慢したわけじゃないけど、ちょっとこう生き合ってるような若い衆がいたりするでしょ、大使の中にも、もう今夜も長州のやつら打った切ってやりますよみたいなのがいた時に、何生言ってんだおいって言って酒の席で腹見せて毎一文字の切り傷を見せてねっていうのがあるという、でちなみにあの紋所ってあるでしょ、それぞれ武士家紋がありますよね、例えば島津家だったら丸二十文字とか、ね、あの長州だったら一っていう字の人、あの一文字の下に星三つとかあるでしょ、あのそれぞれ個人でねその好きな家紋も選ぶっていうのがあるんですけど、例えば新選組の 大使だったら、大使それぞれの、まあ、家背負ってる家紋だけど、あの原田さんも好きな自前で自分の縄文決まったもんっていう、もう相手はもう真っ青ですよ、そうですよ、まさかそんなことやると思わないから、で血はドバッと出たんだけどここで死ねなかったんですね佐野助は、はい、ねでそのうちにもう相手青くなって相手の方がもう逃げちゃって、ほんでまあまあまあってもう、まあ、慌てて取り押さえるやつがもう四方八方から出てくるでしょ、何やってんだお前っつって、ねあの武士あの侍に俺の腹渡を食らわしてやるんだちくしょうってもう歯を食いしまいながら叫んだっていうぐらい負けん気の強い男だった。すごいですね。ねでようやくだから必死になって、まあ、手当てして、まあ、あの事なきを得たというか一命は取り留めたんだけど、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ねでこれで後に新選組のね時代にあっても、彼はですねてめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐野助の売り言葉だったっていうぐらいね、そう何かっていうと、まあまあ自慢したわけじゃないけど、ちょっとこう生き合ってるような若い衆がいたりするでしょ、大使の中にも、もう今夜も長州のやつら打った切ってやりますよみたいなのがいた時に、何生言ってんだおいって言って酒の席で腹見せて毎一文字の切り傷を見せてねっていうのがあるという、でちなみにあの紋所ってあるでしょ、それぞれ武士家紋がありますよね、例えば島津家だったら丸二十文字とか、ね、あの長州だったら一っていう字の人、あの一文字の下に星三つとかあるでしょ、
あのそれぞれ個人でね、その好きな家紋も選ぶっていうのがあるんですけど、例えば新選組の 大使だったら、大使それぞれの、まあ、家背負ってる家紋だけど、あの原田さんも好きな自前で自分の縄文決まった門っていうのを決めてて、それは丸の中に一文字にして、俺の門は伊達じゃねえぞって、つまり自分の腹に一、ね、自分で、そうそう、だったらお前の前で死んでみせるわ、切腹の作法から心得てるわって言って、その武士の前で切って見せた時のそれを自分の門所にしてたっていう。で、であの新選組の大服あるでしょ、あの浅木浦のあのね、大服にその門所を縫い込んでたっていうぐらいのね、まあかなり来てる人物なわけですよ、うん、そうですね、うん、ただ敵にすればもうほんと底なしに怖いが、怖い味方にすればこよなくもう頼りになる男っていう典型的なタイプですよね。確かに、うん、でちなみにね、あの傷の話しつこく言いますけど、その時の傷をね、まあから、まあ、相性の意味も込めてですけど、死に損ねの上で説明しますけど、まあ申し上げるまでもなく幕末を駆け抜けたね、新選組の一員で10番隊長だった男、うん、近藤勇、土方歳三、沖田総司らとともに、まあ、あの市営館道場っていうね、あそこのそのまあまあ早抜きメンバーの、まあ、母子で、新選組の、まあ、中核の隊員だった人ですね、はい、原田佐之助、出身はね愛媛県の松山、あの伊予の方なんですよ、うん、伊予松山藩の出身で、まあ、身分はね極めて低い家柄っていうほどでもないぐらいの、まあ、奉公人みたいなね感じの、だったんですけど、まあものすごくね、あの機関気が強いというか、うん、まあそのまあ剛腕というとちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあ正直上に媚びへつらったりベンチャーで行ったりするようなタイプでは全然なくて、もう佐之助だったんじゃないかっていう、そういう言われ方も一度あのしたんですよ。まああの、うん、もうほぼ無実ですよ。つまりそれぐらい腕が立った人だから、うん、ね、あの龍馬と中岡慎太郎をね、ああいう仕留め方をができるのは新選組の中でも長倉氏たちがね、原田佐之助ぐらいなんじゃないかと言われた方をしたぐらい、まあ抜きんでた腕の持ち主であったということでね。ちなみにね、はい、新選組のその大使の中では珍しく、うん、正式にちゃんと再退して結婚して、うん、お子さんまで儲けててね、うん、ちなみにその奥さんという方は、明治後も長くご存命で、新選組島月っていうね、まあ新選組研究をする上で絶対に欠かせないね、素晴らしい三部作書いた作家がいるんですよ、新選組島月、新選組異文、新選組物語って三部作、これ中古文庫で今も読めますけど、 あの男だか親子だかシリーズでおなじみ下沢寛さんっていうね、この作家の方が昭和のね初期に取材してるんですけど、はい、昭和の3年4年それぐらいの頃まで原田佐之助の奥さん、存命だったっていうね、だからまあ下沢寛さんがね、はい、ぜひ佐之助の墓というものを訪ねてみたい、エコーを手向けたいんだけれども、残念ながら関東大震災この方めちゃくちゃになってしまったと、で佐之助のそのね、あの奥さんという人も、そのもう生き別れの状態になってしまって、何十年も経ってね、であなたのそのあなたとの間にできた最初の息子は四十で死んじゃって、次の息子はその幼くしてね亡くなっちゃって、うん、その亡くした子供のことも死んだ亭主と喋りたい、だけどお墓がどこにあるかもわからないと下沢寛に寂しく語ったというね、そういう話も残ってるので、うんうん、それも含めて、ワイセムさん、流浪に献身を見直されてはまた一味二味違ってくるんじゃないでしょうかというところでございました、はい、以上原田佐之助について、オメガみたいなね、ことをその武士に言われちゃうんですよ、その罵られちゃう、罵られた途端に彼がもう機関球負けに強いから憤慨しきってですね、原田佐之助がよし、じゃあそれじゃあ一つやってみせてやろうじゃないかっつって、なんとその場でですよ、いきなりすっぱだかになると刀を抜いて左の腹から右へかけてスーッと一文字引いたって言うんです、その場でその武士の前で、はい、ほんでもう相手はもう真っ青ですよ、そうですよ、まさかそんなことやると思わないから、で血はドバッと出たんだけど、ここで死ねなかったんですね佐之助は、はい、ね、でそのうちにもう相手青くなって相手の方がもう逃げちゃって、ほんでまあまあまあってもう、まあ、慌てて取り押さえるやつがもう四方八方から出てくるでしょ、何やってんだお前っつって、ね、あの武士あの侍に俺の腹渡を食らわしてやるんだちくしょうってもう歯を食いしまいながら叫んだっていうぐらい負けん気の強い男だった、すごいですね、ね、でようやくだから必死になって、まあ、手当てして、まあ、あの事なきを得たというか一命は取り留めたんだけど、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ね、でこれで後に新選組のね時代にあっても、はい、彼はですね、てめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐之助の売り言葉だったっていうぐらいね、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ね、でこれで後に新選組のね時代にあっても、はい、彼はですね、てめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は
金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐野助の売り言葉だったっていうぐらいね。そう、何かっていうと、まあまあ自慢したわけじゃないけど、ちょっとこう生き合ってるような若い衆がいたりするでしょ、大衆の中にも、うんうん、もう今夜も長州のやつら打った切ってやりますよみたいなのがいた時に、うん、何生言ってんだおいって言って酒の席で腹見せて毎一文字の切り傷を見せてねっていうのがあるという。でちなみにあの門所ってあるでしょ、はい、それぞれ武士家紋がありますよね、例えば島津家だったら丸二十文字とか、うん、ね、あの長州だったら一っていう字の人、あの一文字の下に星三つとかあるでしょ、あのそれぞれ個人でね、その好きな家紋も選ぶっていうのがあるんですけど、例えば新選組の 大使だったら、うん、大使それぞれの、まあ、家背負ってる家紋だけど、あの原田さんも好きは自前で自分の縄文決まった門っていうのを決めてて、それは丸の中に一文字にして俺の門は伊達じゃねえぞって、つまり自分の腹に一、ね、自分で、そうそう、だったらお前の前で死んでみせるわ、切腹の作法から心得てるわって言って、その武士の前で切って見せた時のそれを自分の門所にしてたっていう。 で、あの新選組の大福あるでしょ、あの朝霧のあのね、大福にその門所を縫い込んでたっていうぐらいのね、まあかなり来てる人物なわけですよ、うん、そうですね、ただ敵にすればもうほんと底なしに怖いが、怖い味方にすればこよなくもう頼りになる男っていう典型的なタイプですよね。ちなみにね、あの傷の話しつこく言いますけど、その時の傷をね、まあから、まあ、相性の意味も込めてですけど、死に損ねの上で説明しますけど、まあ申し上げるまでもなく幕末を駆け抜けたね、新選組の一員で十番大将だった男、うん、近藤勇、土方歳三、沖田総司らとともに、まあ、あの市営館道場っていうね、あそこのそのまあまあ生え抜きメンバーの、まあ、母子で、新選組の、まあ、中核の隊員だった人ですね、はい、原田佐之助出身はね、愛媛県の松山、あの伊予の方なんですよ、うん、伊予松山藩の出身で、まあ、身分はね極めて低い家柄っていうほどでもないぐらいの、まあ、奉公人みたいなね感じの、だったんですけど、まあものすごくね、あの機関気が強いというか、うん、まあそのまあ傲岸というとちょっと言い過ぎかもしれないけど、まああの正直上に媚びへつらったりベンチャーで行ったりするようなタイプでは全然なくて、もうただ武術の修行の方はおさおさ怠りなくやっててね、まあ後にあの槍の名人と言われて大変な槍の使い手になって、新選組でもまあ槍といえば原田三助っていうぐらいのね、そのお有名になるんですけど、ある時ですね、上役の武士とちょっとあの反りが合わない上役の武士と喧嘩になってね、でその時に腹切る作法も知らぬゲスゲロウメガみたいなねことをその武士に言われちゃうんですよ。その罵られちゃう、罵られた途端に彼がもう機関球負けに強いから憤慨しきってですね、原田三助がよしじゃあそれじゃあ一つやってみせてやろうじゃないかって、あの反りが合わない上役の武士と喧嘩になってね、でその時に腹切る作法も知らぬゲスゲロウメガみたいなね、ことをその武士に言われちゃうんですよ。その罵られちゃう、罵られた途端に彼がもう機関球負けに強いから憤慨しきってですね、原田三助がよしじゃあそれじゃあ一つやってみせてやろうじゃないかって言って、なんとその場でですよ、いきなりすっぱだかになると刀を抜いて左の腹から右へかけてスーッと一文字引いたって言うんです。えその場でその武士の前で、はい、ほんでもう相手はもう真っ青ですよ。そうですよ、まさかそんなことやると思わないから、で血はドバッと出たんだけど、ここで死ねなかったんですね佐野助は、はい、ね、でそのうちにもう相手青くなって相手の方がもう逃げちゃって、ほんでまあまあまあってもう、まあ、慌てて取り押さえるやつがもう四方八方から出てくるでしょ、何やってんだお前っつってね、あの武士あの侍に俺の腹渡を食らわしてやるんだちくしょうってもう歯を食いしまいながら叫んだっていうぐらい負けん気の強い男だった。いいですね、ね、でようやくだから必死になって、まあ、手当てして、はい、まあ、あの一、まあ、事なきを得たというか一命は取り留めたんだけど、うん、当然そんな傷だからお腹に一文字の傷跡ついて回るでしょ、ね、でこれで後に、新選組のね時代になっても、はい、彼はですね、てめえたちのようなね飲みにも食われねえようなのとはわけが違うんだと、俺の腹は金物の味を知ってるんだぜっていうのが佐野助の売り言葉だったっていうぐらいね。そう、何かっていうと、まあまあ自慢したわけじゃないけど、ちょっとこう生き合ってるような若い衆がいたりするでしょ、大衆の中にも、うん、もう今夜も長州のやつら打った切ってやりますよみたいなのがいた時に、何生言ってんだおいって言って酒の席で腹見せて毎一文字の切り傷を見せてねっていうのがあるという。でちなみにあの門所ってあるでしょ、はい、それぞれ武士家紋がありますよね、例えば島津家だったら丸二十文字とか、うん、ね、あの長州だったら一っていう字の人、あの一文字の下に星三つとかあるでしょ、あのそれぞれ個人でね、その好きな家紋も選ぶっていうのがあるんですけど、例えば新選組の 大使だったら、うん、大使それぞれの、まあ、家背負ってる家紋だけど、あの原田さんも好きは自前で自分の縄文決まった門っていうのを決めてて、それは丸の中に一文字にして俺の門は伊達じゃねえぞって、つまり自分の腹に
ね、自分でそうそうだったらお前の前で死んでみせるわ、切腹の作法から心得てるわって言って、その武士の前で切って見せた時のそれを自分の紋所にしてたっていう。で、であの新選組の大福あるでしょ、あの朝霧のあのね、大福にその紋所を縫い込んでたっていうぐらいのね、まあかなり来てる人物なわけですよ。ただ敵にすればもうほんと底なしに怖いが、味方にすればこよなくもう頼りになる男っていう典型的なタイプですよね。でちなみにね、あの傷の話しつこく言いますけど、その時の傷をね、まあからまあ愛称の意味も込めてですけど、死に損ねの上で説明しますけど、まあ申し上げるまでもなく幕末を駆け抜けたね、新選組の一員で10番隊長だった男、近藤勇、土方歳三、沖田総司らとともに、まああの紫衛館道場っていうね、あそこのそのまあまあ生え抜きメンバーのまあ母子で